もう真新しいロマンチでございます。何しろ主演の俳優の名前が変わりました。本当に私は真っ青な気持ちで、このいつもいつも勇気づられてきた見果てぬ夢という歌を、悲しみをなんとか希望に、苦しみを勇気に変えて新しい気持ちでいただきます。なんかこう過去を振り返るとね、キリがないんです。でだからやっぱりいつも今月もまあ歌舞伎座でこれから三谷幸喜さんの歌舞伎を やりに行くんですけども、常に先を見てたいんですね。だからこのラマンチャってミュージカルもそういう思いをお客様方に感じていただけるようなミュージカルじゃないかと。どこにもショーアップされたところも、綺麗な衣装も何もかも、きれいきれいな舞台は出てきませんけども、何か一つコツンと心に響くような、これでいいのかな俺は、私はっていうようなことを口に出すのもあんまり大きな声で言えないようなことなんだけども、人間本来持ってる大事なものを、星野内さんの中に本当に大事なものは目に見えないんだよって言葉がありますけど、あれに近いような。だから僕ももうこれ老い先短いですから、僕がいなくなっちゃった後もチャールズ・ディケンスのように、クリスマス・キャロルのように、毎年必ず日本にラマンチャの日が灯ったらなあ、嬉しいなと思います。